はい、皆さんこんにちは、田中です。ということで、本日はですね、本日5月5日なんですけども、そう、子供の日でございますよ。もう本当に、日本のすべての子供にもうすべての権利がある日。それは誤解だ。まあでもね、今日本中のね、子供は、今日は俺たちの日だと。もう今日は俺たちの日だ。いつも大人に縛られてばっかだけど、もう今日はね、大人よりも子供の地位が高くなる日ですから、皆さんお金もらってたくさん好きなもの買ってもらいましょうね、本当に。ということでね、まあ田中もね、何しようかなと思ったんですけど、まあ田中今現在19歳でもう子供と言える立場ではないんですけども、やっぱ田中もね、子供時代っていうのがあってもうすくすく育ってきたわけですよ。なのでその育ってきた過程として本日はね、田中の少年時代のね写真や映像を皆様にね公開してお見せしたいと思います。普通にちょっと恥ずかしいんだけどね。多分今見てる視聴者さんも小学生から中学生ぐらいが多いと思うんですけども、その皆さんよりも年下の時の田中の写真ですから、ほんと若くてお肌ツルツルですよ、本当に。ってことで早速見せていきたいと思います。ってことでまず1枚目なんですけど、これディズニーランド行った時の写真でね、2005年の写真ですね。田中5歳の時です。それがね、こちらでございます。まあ右にいるのがお兄ちゃんなんですけども、左が田中ですね。はい、なんか着てる服がすごい、中のセーター可愛いな、これほんでさ、ほんで反射してすごいここが光ってるのよ。これ何、どうした、ここがすごい光ってんだけど。はい、ってことで続いてもディズニーランドの同じ写真なんですけども、こちらでございますね。はい、まあ、ディズニーのこのキャストさんがいて、まあこう左のおばあちゃん、いとこ、お兄ちゃんで、ここに一番このベンジのね右に座ってるのが俺ですね。これちょっとピントが合ってないんですけども、またこれ反射してますね、この腕のところが。はい、そしたらね、続いてはこちらでございますね。こちらね、これ小学校の時のなんか運動会でソーラン節を踊るんですけども、そのソーラン節を踊る前のこう待機してる時の状態ですね。これ何歳だろう、これに、これね、小学校の1年生か2年生の時ですね。ね、こうなんか遠くを見てますね。遠くを見て何を考えてるんでしょうかね、これはね。続いての写真はこちらでございますね。はい、こちらはね、箱根のあの海賊船があるところで撮った写真なんですけども、これも真ん中にいるのがね、田中ですね。はい、ちょっと羽生結弦感あるぞ、これ。ちょっと若かりし、俺は羽生結弦感があったんか、これは。これは俺成長過程で、これは俺、羽生結弦から若林に移行したのか、これは。はい、で、皆さんね、お気づきかと思うんですけども、そう。これ、田中の後ろにいるの。おじいちゃん。これ、おじいちゃんです、これ。ね。これもう10年以上前のおじいちゃんなんだけど、ほとんど変わってない。逆にびっくり、本当に。ほとんど変わってない。ちょっと横の髪の毛量がちょっと多いかな、でもこの時期は。この時多分68とか9とかぐらいだと思うんですけども、若いですね、これね。なんかね、でもやっぱりほんと、時の流れを感じますよね、こうやってね、ちっちゃい頃の写真を見ると。はい、ということでね、まあ大体ちっちゃい頃の写真は今の感じなんですけども、次にお見せするのがね、これ映像なんですけども、おじいちゃんに草笛っていうのを教えてもらって、なんかさやえんどうの中をなんかくり抜いてこう口に加えてこう吹くとなんか笛みたいな音が鳴るみたいな草笛をおじいちゃんに教えてもらって、それをやりながら俺が踊るっていう動画なんですけども、これね、この年にしてはね、非常にこうリズミカルに踊っていて、曲もねアドリブでこう吹いてるんですけども、ちゃんと曲になってるんだよね。我ながらちょっとすごいと思います、これは。はい、ということでね、田中が7歳の時の映像にありますね。はい、それでは、ね、お見せします。こちらです。はい、やりましたよ。もっと音楽なんですよ。ピッピッピッってやらなきゃ。はい、ということでね、こちらなんですけどもね、これ今俺がね、こうめっちゃ踊ってるのに左のお兄ちゃん無反応っていうね。どうでしたか？でも結構リズミカルにこう踊ったり、ダンスもね、すごいダンス。はい、ってことでね、田中のちょっと小さい頃の映像や写真を、ね、見てもらったんですけども、やっぱりちっちゃい頃って誰でも可愛いよね。本日はね、ほんと子供の日ということで、まあ、皆さんもね、ご自身のちっちゃい頃の写真とか動画とかちょっと思い浮かべてね、俺にもこういう時期があったんだなとかね、そういう思い出に浸るのはね、大切だと思いますね。ってことでね、最後は先ほどの動画を俺が再現して、まあ、いかに俺が年取ったかっていうのをね、ちょっと見てみたいと思います。はい、やりましたよ。もっと音楽なんですよ。ピュッ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 ピュ